女性と話すときは8割共感、2割からかう、だな。基本は女性は共感してほしい生き物なんだが、実はそれだけではダメなんだ。2割、女性をからかう必要がある。何そのさじ加減、むず。モテるやつはこれをやっているぞ。あえてちょっと意地悪をするんだ。マジかよ、あいつらいつの間にそんなテクニック学んだの？学校でお前が机に突っ伏している間に女子と会話して身につけたんだろう。くそー。まあ落ち着け、今からでもまだ遅くはない。いいか、共感ばかりしていると物足りなくて中身のない男と思うのが女という生き物なんだ。なんてわがままな生き物なんだ。そこで全体の会話のうち2割だけからかうことだ。先生、からかうって何ですか？うん、冗談を言ったりいたずらをしたりじらして困らせることだな。からかうとは料理で言うと香辛料のようなものだ。いつもの会話に少しスパイスを効かせるのだ。なぜなら共感ばかりしていると安心感たっぷりすぎてドキドキさせることができないからな。ただしからかいすぎるとうざいになってしまうから2割だけでいいぞ。むずいな。この8割共感、2割からかうができた時、話してて面白い男になることができる。そしてこのからかうは男側に余裕がなければできないことだ。余裕？ああ、だってからかうとは相手の女性から嫌われる可能性があるわけだからな。それでもからかうことができるのは別に嫌われても他の女がいるからいいという余裕があるからだ。なるほど。だから何度も言うが、男は複数の女を追った方がモテるのだ。よし、今日の授業は以上だ。分かったことや気づいたことはレポートとしてコメントを提出するように。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もしとくんだぞ。はーい。